今日は月で暮らす店に行ったのでお土産を紹介します。イエーイ。まずは宇宙グミのグレープ味です。なんとロケットに乗って宇宙から生還した乳酸菌の子孫たちを美味しいグミキャンディーにしたんだって。だから一回宇宙にいた乳酸菌がここに入ってるってこと？宇宙味がするのかな。宇宙味ってどんな味？では開けていきます。じゃん、こんな感じで個包装にされてるのでみんなで分けることもシェアできることも可能なのでめちゃくちゃいいです。じゃん、お、丸い、かわいい。この中に乳酸菌が入ってるってこと？じゃあ食べていきます。いいグレープの香り、いい宇宙の香りもします。ここが宇宙にいるみたい。いただきます。おいしい。グレープはここ宇宙だ。宇宙の味がする。おいしい。次は宇宙食のお菓子。イエーイ。これはホワイトチョコレートです。なんとフリーズドライとチョコレートコーティング。これ絶対おいしいやつじゃん。地上でもやっぱり宇宙でもお菓子は欠かせないよね。いちごだ。ぜひ YouTube のストロベリーチャンネルも登録フォローお願いします。では開けていきます。結構厳重に。なんかもう宇宙の香りがプンプンする。じゃん、こんな感じです。あ、もう美味しそう。え、待って、これ普通のお菓子なんだけど。あ、美味しそう。じゃん、いただきます。ちゃんとイチゴが入ってる。ミルクチョコレートとイチゴの酸っぱさがあってめちゃくちゃ美味しいです。こんな感じで宇宙食を食べてみました。めちゃくちゃ美味しかったです。宇宙でもこんなに美味しいのが食べれたらもう最高。宇宙飛行士さん頑張ってください。地球から応援しています。頑張ってね。バイバイ。